って書いてある。というわけで今日もやってきました、岡山市とこの倉敷市の境界線に近いような場所に今日はやってきました、以前もね何度か来たことあるんですけども、以前はランチ、2回来たんですけど2つともランチだったんですけど、今日はね夕方のランチを外してのこの大衆焼肉、なごみさんにねやってきました。このランチ、今日はねランチ以外の商品をちょっと注文できたらなと思います。非常にあのランチもボリュームがあって美味しかったんですけど、今日も楽しみです。よろしくお願いします。駐車場は、左右合わせて10台ぐらいです。それでは早速入っていきましょう。昼ランチで食べた時はすごいねタレが美味しかったんですけども、こんな感じです。ブニスケの大根おろしおろし、はい、お肉を使ってくださいね。はい、こちらも両面焼いていただいて、あの大根おろしに巻いて召し上がってください。はい、ありがとうございます。さあ、最初にやってきたのが、ブリスケおろしポン酢ですね。ポン酢がついてます。ハラミと、はい、こちらが上身のです。あ、上身のとハラミ。上身のうちの方が、ね、両面結構深く切れ目入れてますので、ね、歯ごたえがあってもかなりあのお年寄りの方でも食べやすくなります。
ます。ちょっといただきます。うん。あ、さっぱり。あの肉も柔らかくてね、美味しいです。あとこのポン酢の感じがいいですね。すごい柔らかいです。
ただきます。うん、あ、めちゃくちゃ柔らかい味噌だれですね。あ、柔らか、味噌だれが非常に甘くて、奥深い味がします。続いては上身の、まあ、なんか全体的に火の通りがね早いかなって感じでね、まあ、それだけ肉が柔らかいと火の通りが良くなるし、あとまあ切り込みとかを入れていたら、火の通りが当然早くなるので、まあ、こう全体的にお肉が柔らかいのかなと思います。いただきます。うん、うまっ。非常に柔らかくて、多少ね弾力はあるんですけど、子供でもね、お年寄りでも噛み込みやすい噛みやすい感じですね。決して喉に引っかかるとかいうレベルではなくて、なんか一噛み二噛みぐらいでも全然なんていうんですかね、喉を通るようなそんな食べやすい上身なので、いただきます。うん、うまっ。続いてご紹介するのがこの、まあ、結構値段的にも、安い若鶏の方の塩440円ですね。いただきます。うん、さっぱりとした感じです。では、牛乳スープ質問してみました。すごい気になってますね。今回ね、卵スープ、わかめスープ、わか玉スープ存在します。すごいいい香りがします。そしてこのテールむちゃくちゃでかいです。で、早速スープからお塩からいただきます。
味わい深いスープです。ああ、味が効いてますね。白いご飯の上にかけて食べたいような、まあそんなちょうどいい塩加減。うん、美味しいです。これ、テールのお肉、ちょっと取りにくいですけど。うん、うまっ。続きながらお酒を行きたいんですけども、今日は一人の撮影なのでそういうわけもいかず、うん、うまいです。やはりあの食気のあるものをひたすら食べると食べたくなるのがこちらですね。でちょっといただきましょう。豪華な感じで、あのいちごとブルーベリー、マンゴー、ぶどう、オレンジ、白桃のフルーツの果実をトッピングって書いてます。いただきます。うん、あ、おいしい。ミルクの感じもちょうどいいですね。上におそらく練乳がかかっていて、その下にあのシンプルなアイスですね。うん、まっ、これはおすすめです。あのぜひあのここに来たら食べていただきたい一品でございました。はい、というわけでごちそうさまでございました。この夜、夕方初めてだったんですけども、全体的にね、あの肉も柔らかくて、あの年齢関係なく美味しくいただける感じかなと思います。なんか全体的に結構あのファミリー向けな、感じかなと思います。まあちょっとしたね、あの家族的な、イベントじゃないですけど、まあ、なんかいいことあったとか、カップルとかちょっとお祝い事じゃないんですけど、活気づけに行ってるような感じかなと思いますね。で、あの新メニューもね、初めてな、ね、感覚でした。ポン酢漬けでね、牛タンがねすごい美味しかったです。でハラミも美味しかったです。非常に美味しかったです。ありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。